行くな、ラエル。バレロッ！少し騒ぎすぎたようですね。まずい！もう逃げろ、新入り！逃げなさい！早く！逃げて！おい、新入り！黒の三月に喋りかけろ！力を貸してくれって！エヴァン！頭おかしいんじゃないの？あの刀は私たち…いいから早くやれ！お願い、力を貸して！少年、塔を登る力を貸せというのだな。違います。ん？塔なんてどうでもいい。お願いです、僕がラヘルに会うために力を貸してください。つまんない男ね。けどその可愛い顔に免じて力を貸そう、今回だけな。何？え、私がいくら念じても指導しなかったのって、あいつがただの男好きだったから。そうよ、女はさっさと消えなさい。塔に伝わる迷信が本当だったとは。なんか納得いかない。割れた。なってんの？わかりませんか？次の回に行ったんですよ。ああ、どうするんですか？あいつが黒の三月を持ったままだなんて。返してもらいに行けばいいのよ。え？追いかけるわよ。しかし、塔へ登る試験会場に入るのは我々は禁じられていて。うっさい。面白いことがない人生なんてクソくらいよ。さっさと仕事しなさい、案内に。待って、なかなか面白い催しでしたね。これからどうなるか見ものですね。一度離れた者が再び出会っても、二人が完全に元に戻ることはない。再び出会った彼女はあなたの知らない時間を生きた彼女なのだから。だがまずは眠れ。この先の道は険しい。